2000年、東京都世田谷区で一家4人の命が奪われるという事件が発生しました。この事件は、犯人の指紋や血痕がついていたと思われるトレーナーやジャンパー、帽子やヒップバッグを含め多くの遺留品が残されていましたが、特定には至らず未解決事件へと発展しています。これだけ証拠が揃っているにもかかわらず、なぜたどり着けなかったのか、想定される犯人とはどのような人物なのか、今回は日本最大の未解決事件、世田谷一家事件の真相に迫ります。まずは事件概要からご説明します。2000年12月30日午後11時30分頃から31日未明にかけ、東京都世田谷区上祖師谷3丁目にある会社員で、当時44歳の宮沢みきおさん宅へ強盗が侵入しました。自宅にいたのは父親であるみきおさんと、当時41歳で母親の安子さん、8歳のニーナちゃんと6歳のレイ君です。第一発見者は隣に住む安子さんの母親。12月31日午前10時40分頃何度電話しても、連絡が取れないことを不審に思った母は娘の自宅を訪れ、変わり果てた姿の4人を発見します。その時みきおさんは1階の階段下、安子さんと小学2年生のニーナちゃんは2階へ続く階段の踊り場、保育園児のレイ君は中2階の子供部屋で亡くなっていました。みきおさんと安子さんとニーナちゃんの3人は刃物で刺され、レイ君は首を絞められています。現場は物色されており、安子さんが経営していた学習塾の授業料現金約20万円が奪われていますが、銀行の預金通帳やキャッシュカード、貴金属には手がつけられておらず、1階の書斎に置かれていた現金6万円入りの封筒も盗まれていません。では犯人の手がかりについてお伝えします。現場で発見された指紋は引き出しや壁から採取されたもので、箇条紋と呼ばれる中心から2つ以上の円を描く渦巻き状、自宅に残されていた名刺からみきおさんの交友関係を当たりましたが、検出された指紋に該当する人物は存在しませんでした。次に怪我をした犯人の血痕から検出された DNA を1万人分のデータと照合し、2006年の鑑定では犯人の父親は日本、中国、韓国を含む東アジア系と、母親は地中海にあるアドリア海周辺の南欧系民族と判明。母親の遺伝子に由来するミトコンドリア DNA でも、ヨーロッパの地中海側という結果が示されます。さらに犯人のものと思われるトレーナーはラグランシャツ、14都道府県41店舗で130枚販売されたもので、ジャンパーは全国で8万2000着、帽子は3456個で、ヒップバッグは2850個作られたものだと分かりましたが、ここから犯人へたどり着く情報は得られませんでした。トレーナーとヒップバッグについてはローダミンと呼ばれる蛍光染料が付着しており、車庫の引き出しの底に同じ塗料が残されていましたが、事件当時犯人が車庫へ侵入した痕跡はなかったことから、捜査当局は犯人が以前にみきおさん宅へ訪れたことがあると考察します。ジャンパーには神奈川にある三浦半島の砂が付着、足跡から割り出した靴は韓国製スポーツブランドスラセンジャーの 27.5 センチ、これは当時日本の正規ルートでは販売されていません。他にもマフラーや手袋、ハンカチや香水などの遺留品が見つかっていますが、いずれも量産品であったことから犯人特定には及んでいませんが、発見された香水はフランスニラロッシュ社の商品で、トレーナーやハンカチから検出されており、日常的に香水を使うのは日本人離れした習慣と言えるのではないでしょうか。犯人はどこから侵入したのでしょう。中2階にある浴室の窓が開けられ、網戸は外されていましたが、1階に倒れていたみきおさんの傷は下半身に多く、下から刺されたとも考えられるため、何らかの事情で玄関から招き入れられた可能性も否定できません。そしてこの事件の恐ろしさを垣間見るエピソードもご紹介します。犯人は4人を手にかけた後10時間以上その場に滞在、冷蔵庫にあったアイス4個をスプーンも使わず食べており、トイレで用を足しています。母親が電話をかけても繋がらなかったのは、みきおさん宅の電話線が抜かれていたからです。みきおさんの仕事で使う書類や安子さんが経営する学習塾の書類はハサミで切り刻まれ、中2階にある浴槽へ放り込まれていました。おまけにリビングで仮眠した痕跡もあり、
1階にあるパソコンを操作しています。12月31日午前1時18分頃と午前10時5分頃にインターネットに接続した記録もあり、劇団四季の舞台チケットを予約しようとしていた可能性が指摘されています。トラブルのなかった宮沢さん一家はなぜ狙われたのでしょうか。ここからは時系列で事件を解説します。12月25日、安子さんは最近家の前の道路にずっと車が止まっていると幹雄さんの父親へ話し、12月27日午前中その車が自宅を伺っている様子もありました。12月29日午後3時、成城学園前駅近くで12月なのに薄着の若い男が目撃され、12月30日正午過ぎ見知らぬ男が一家と口論している姿も確認されています。午後4時30分4人は玄関先のお正月飾りをつけ、6時ごろ成城学園前駅付近で買い物する様子が目撃されており、6時30分近隣住民によって車が車庫に止められていなかったことも判明しています。7時ごろ安子さんは隣に住む母親と電話で話し、ニーナちゃんが調味料を借りるため祖母宅を訪問。午後8時30分インターホンのチャイムが鳴り、9時には成城学園前駅付近で目撃された男と似た人物が一家の自宅近くで見かけられました。9時38分ごろニーナちゃんは自宅のパソコンでテレビ番組を視聴、10時30分ジョギングをしていた人が一家の自宅から男女の争う声を聞き、11時30分ごろ隣に住む母親と姉夫婦がドスンという大きな物音を聞いています。近隣住民はこの時間帯に助けてという悲鳴を耳にしており、11時35分ごろ一家の自宅から男が路地へ飛び出し、深夜になって現場周辺の公園で自転車に乗った若い男と止められたバイクのそばに立つ男が目撃されました。12月31日午前1時過ぎに姉夫婦は就寝し、3時には近隣住民は被害者宅の明かりが消えていたと証言。早朝に新聞配達員が朝刊を配った時も照明は消えていましたが、安子さんの母親が訪ねた時照明はつけられていました。その後事件を発見し通報、警察が11時に現場へ駆けつけます。目撃情報の全ては裏取りされた確実なものではありません。ですが無視できない情報も寄せられているのでそれをお話しします。12月31日午後5時26分、東武日光駅着の快速電車に右手の骨が見えるくらい深い傷を負った30代くらいの男が駅の事務室で手当てを受けました。その男は身長175センチで黒いダウンジャケットを羽織り、ジーンズを履き、今にして思えば不審人物ですが、当時は負傷した犯人が電車に乗るはずもないという先入観から捜査されておらず、栃木県に捜査員を派遣したのは2001年10月になってからと伝えられています。この男の素性は分かっていませんが、被害者の傷の位置から犯人は右利きと判明しており、おそらくこの時の男が犯人と思われますが、これ以降は行方もつかめていません。これほど多くの物証があったにもかかわらず未解決となってしまったのは、初動捜査が甘かったからではないでしょうか。トラブルがなかったと発表されたのは表向きで、水面下ではニーナちゃんをじっと見つめる不審な男も浮かび上がっています。安子さんとニーナちゃんの遺体は何度も切りつけられた跡があり、犯行後に毛布で覆われていることから、二人をよく知っている人物かもしれません。この事件を取材したジャーナリストによれば、犯人は複数犯で主犯は元宗教団体幹部、事業失敗で多額の借金を背負った犯人は、幹雄さん宅に隣接する都立祖師ヶ谷公園の拡張工事に伴う移転保証金1億円を狙って企てたものと推定されています。言葉の発達が遅かったレイ君への発育支援として近づき、韓国ソウルに住む元軍人へ4人を手にかけるよう命じ、自分とのつながりを連想させる書類を盗ませたと記事にしました。一家の周辺では不動産ブローカーや暴力団関係者による地上げ業者がうろつき、自宅周辺を見張っていたのではないでしょうか。ジャンバーから採取された砂もその元軍人の出身地である韓国のキョンギドスウォン氏のものと一致します。現場の足跡から韓国製の靴が割り出された際に捜査員を韓国へ派遣しましたが、我が国民を疑うとはどういうことだという指摘を受け、捜査当局は翻弄されました。
元軍人は寝る場所と温かい食事を提供してくれた。元宗教団体幹部に恩義を感じており、命の恩人であるその人物のために何でもする覚悟で事件を起こし、翌日は羽田空港から台湾へ出国してアメリカのロサンゼルスや中国の上海に滞在、武闘訓練に励んでいたとされています。しかし元宗教団体幹部からの連絡も途絶えがちになり、元軍人は最終的にフィリピンの武装集団へ所属しました。宮沢さん一家は教団の正義の実現を邪魔する存在と思い込まされていましたが、全く異なり単なる金銭目的だったと判明。その後裏切られた、絶対に許さないとつぶやき、2009年10月に来日し、大阪市生野区のマンションで暮らす元宗教団体幹部へ詰め寄りました。そこで元宗教団体幹部は、自分も命令されただけだと釈明し大阪から逃亡。彼によれば暴力団関係者に、宮沢さんとの土地取引がうまくいけば儲かった分の 15% を報酬として支払うと持ちかけられたと。その暴力団関係者はカンボジアで養鶏場や農園を営む一般人になっており、元軍人は現在も裏社会で暗躍していると噂されています。これが事実であれば日本の公安もある程度は情報をつかんでいたはずですが、水面下で動くため表の捜査情報には持ち上がっていません。自首してほしいと呼びかける活動もありますが、ジャーナリストが突き止めた通り、元宗教団体幹部の命令で元軍人が実行したのであれば 100% 出頭することはありません。なぜなら元軍人には罪の意識がないからです。ジャーナリストの話では、元宗教団体幹部は暴力団関係者から宮沢さん一家に脅しをかけろと言われましたが、彼は幼い子供の命を奪えとまで命令するような人間ではないし、もしかしたら4人は主従関係の意思の食い違い、あるいは元宗教団体幹部が元軍人に対する力の誇示を目的に手にかけられたとも考えれます。当初から日本人の犯行ではないだろうと考察されていたので、これは作り話ではなく真実に近い結論だと言えるのではないでしょうか。隔てられた反社会勢力の中で始まった計画、現実離れした世界が関係するだけに全容が明るみになることは難しいかもしれませんが、どれだけ探しても犯人にたどり着かないのはこの国に存在しない元軍人だからで、幼い子供の命を平然と奪い、犯行後にアイスを食べたりリビングで仮眠したのもそう考えると成立します。警察は東武日光駅で手当てを受けた男が犯人かもしれないと、医療機関を中止していた可能性はありますが、訓練を受けた元軍人であればどれだけ重傷であったとしても病院へは行かないでしょう。ましてや命令を受けて動く兵士であれば上官の言葉は絶対、犯行後に日本を出国しろと言われていればどのような手段を使っても命令に従います。残念ながらこの事件は日本の警察が手に負える内容ではありませんが、希望につながる小さな手がかりが見つかることを願うばかりです。宮沢さん一家のご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？